イトーヨーカドー北見店は総合スーパーとして1985年に北見市に出店しました。最後の営業日となった昨日は多くの人が訪れて閉店を惜しみました。家出しに来た。家の食材がなくなったら買ってくる。たまに寂しい。ヨーカドーと共に育ってきたっていうところがあったので、はい、ちょっと寂しくて今回ちょっと最後見届けに来ました。イトーヨーカドー北見店は閉店後、後継する施設の予定はないということです。